それではですね、第2部ということで、寺本浩明さんと私足立康のですね、トークライブということでお話をさせていただきたいと思います。私は実は茨城出身の初めての国会議員なんです。初めて茨城から出していただいてるんで、いつも国会で活動しながらですね、やっぱり自分の住んでいる、あるいは自分を育てていただいたこの茨城の町のことを本当に愛してるし、どうなっていくのか心配で心配で、だから今の4年間の現市政についてもですね、いろんなことを言ってきましたが、やっぱり、結論を言うとダメなんです。茨城の話はね、ちょっとまだ講談でやりたいと思います。略歴だけ申し上げるとね、さっきもすでに片山後援会長が言っちゃった、東京大学、京都大学、もちろん京都大学の方が賢いんですよ、ね、それ間違いないです。で、県政省、国交省で、最近はずっと内閣官房という、要は官邸を支える内閣参事官として活躍をしてこられた。だから、そういう意味では霞が関の、先輩にあたるわけですね。で、僕は20年いました、霞が関に。30年、どんな出会いだったかちょっとご紹介を。大阪で私勤務してます。約5年ぐらい前に大阪国道事務所、大阪府全体の国道の整備とか管理をやってるところで、手掛けたのは例えば175と171を稲市の交差点の、八丁縄手交差点っていう立体化にしたね、渋滞ポイントのところで、ああいうのを手掛けてきてます。それとか大阪全体のメンテナンス会議っていうのを立ち上げたりしているんですけれども、ちょうどその先ほどお話のあったように当選して間近だと思うんですけど、私も赴任して間近の頃に事務所に足立、突然ね行ったんですよ僕が。足立事務所から、来客ですっていう話がありました。議員さんから、所長さんですからね、所長さんで、副所長さんっていうのが4、5人いるんですけれども、その事務ラインの方にから話がありましてね、足立さん、誰かなと思って、見たら、ここの9区のね、方だなと思ったんですよ。で、なんていう秘書さんって聞いたら、いやいや、ご本人が来られてます。いきなり、普通ないんですということは。大概、秘書さんが来られるもんなんですけれども、ご本人フットワーク良くて。フットワーク良くてね、来られて、でその次に聞いたのが、事業なんかを担当している副所長さんにね、ちょっと課長に連中に聞いてくれと、なんかトラブルがあるのかと、いないちだとは思ったので、いや順調にいってますっていうお話だったので、何しに来られたのかなというふうにも思いつつ、ご本人だということで会わないわけにいかないんで、じゃあちょっとお通しく、通してっていうふうにお願いしたら、トトトッとこの感じで、トトトッてこういう感じで入ってこられましてね、それで、こんにちはみたいな、じゃあってソファにちょっとお座りいただいて、今日は何かあれですかっていうふうに聞きました。いや、特にないんです。え、そうなの？いや、なんもないんですけど、ちょっとご挨拶来ましたみたいな感じでね。そんな感じですよね。それで、ですね、昨年また関西の方に勤務になるということで、大体役人っていうのはですね、永田町の衆議院第一、第二、それから参院と3つ建物があるんですが、それの与党の先生ですね、自民党、それから公明党、のキーになるような、ね、方のところを大体ご挨拶として、赴任しますってことをやるんですけど、野党の先生と行くってことはまずないです。ただなぜか頭の片隅に、そういえば足立さんって来たなっていうのは昔の記憶でねありまして、第一会館ですね、官邸の第一会館なの11階かな、確か10階ですっけ。それでいないだろうけど名刺ぐらい置いとこうかなと思って行ったんですよ。そしたらご本人がおられて、そのといきなり、あ、寺本さんとお久しぶりですねって言うんで、引き込まれちゃったんですね。それでね、もう一目見たその日からね、もうこの人だと。一目惚れ。それでちょっと寺本さん、分かったからちょっと座ってって言ってね。で、もうその時に、
もうええんちゃうと霞が関はって言ったんじゃないかな、うん、言ったそう、もうそろそろ飽きたんじゃないと、うん、もうだって30年霞が関いるんだからもういいでしょと、まあ、結構実は楽しんでたんですけどね、うん、ね、あの、まあ、どこ行っても楽しむタイプで僕の仕事をですね、うん、現場に行けば現場で楽しい、海外は海外で楽しい、うん、それぞれに仕事をこう自分でプランしてあのやるのが好きなもんですから、ね、まあやってるうちにどんな仕事も楽しくなりはしてたんですが、まあ、すごく引きが強くて、うん、僕もそうですけど20年霞が関いました、30年霞が関いました、家が、まあ、あるわけですね、だから千葉県にもう家を建ててらっしゃる、ローン残ってるんですよ、ローン残ってるの、ローン残ってるの、どうしようだからね、お子様もね今あのご長男が大阪市立大学の医学部、賢いね、あ拍手だからもうまだあれでしょ、学費も払わなかったでしょ、そうなんですよね、だから、まあ、大したね給料じゃないんですよ実は役人っていうのは、それは、まあ、将来もしかしたら開業するかもしれない、開業するかもしれないから、そう思ってたら、うん、あの、ね、それをここであの千葉にあるのでね、ちょうど今あのあれじゃないですか、あの森田さん、森田知事今不人気なんですよ、だからね本当にもう千葉県知事にそう森田さんの後継で出てもおかしくないキャリアなんです、ね、もうこのキャリアだけだったら普通は知事ですよ、でそうやけどね、寺本さんご自身がいやもう関東はもういいよと言ってくださったんですよね、政治道ってね、うん、おっしゃったんですよね、うん、あの出馬とかじゃなくて政治道って、まあ官僚行政やからね、はい、行政官として政権を支えてきた、うん、僕もやってました、ね、方ですね、でもそれをもっと前面に出て政治やりましょうよと、そういう言い方だったと思います、ね、それで、まあんまりもちろんあんまり家族には言わなかったんですけれども、悩んでた挙句ですね、いろいろ、まあ、妻にも相談したらですね、軽く千葉県の知事ぐらいやったら言えよというような軽いタッチで、まあ、千葉県に家がいますから、まあ、あまり生活は変わらないですね、知事なのにやったら許したら、では引っ越さないならいいよというぐらいですよね、女性はやっぱりねそういう感じだと思うんですよね、あだけれどもです、あの今お話があったようにもう東京にとにかく何もかにもこうどんどん集まってきちゃう人もね、今年間13万6000人うち10万人が若者なんです、毎年東京圏は膨らみ続けてるんです、今でも、ね、自己増殖してるんです、うん、まあ、僕は大阪とかその一極集中をどうやって防ぐんだっていうことを散々パラ、関係者に言ってましたし、それ主張してた当人なんですね、そうなんです、当人なんです、うん、東京一極集中いい加減にせえ、うん、いい加減にせえということでもあるし、それをどうしたらいいだろうということをもう26時間を夢に見るぐらい考えてた一人なので、関東に対して関西っていうね、こう二極ですからやっぱ大阪ですよねっていうことで、それからさらに言うと大阪も縦に長いんですよね、三日月のようなこう形をしてて、あの淀川の右岸ですね、こちら北摂三島っていうところが実は国のね非常にあの大きな経済国土の軸が通ってますね、ということでその中心なんですね、ここはね実は、あの実はね皆さん今日都構想のお話私させていただきました、都構想絶対勝たなかった、でも実は吉村知事の頭の中、あるいは私もそうですけど、都構想ができた後のことを今考え出してるんです、当たり前ですよ、だってゴールじゃないんだから、スタートなんだから、大阪を豊かにすることが目的なんだから、選挙のための選挙じゃありません、住民投票のための住民投票ではありません、住民投票を可決した暁にはどうするんだということも全部考えるのが僕らの責任です、で吉村さんがね今一番考えてるのはね新大阪なんです、大阪の成長センターは大阪市内夢島だけじゃなくて大阪府下全体がもっと活力を持っていかないと東京一極集中打破なんかできるわけがありません、東京行ったら梅田が20個ありますよ、東京行ったら梅田が20個ある、だから難波梅田も大事、せやけどこれからは新大阪だと言ってる、僕はあのその政府全体のその都市の再生
都市っていうのは実はその国の力の源泉の一つなんですね。都市がどれぐらい国際的に競争力があるか、例えば大阪と上海、東京とロンドン、そういう戦い、橋さんがよく言ってたよね、戦いになるんですね。でちょうどその担当として新大阪、今ねお話に出た新大阪を都市再生の特区にすべく候補地域の一つにちょうど選んだところだったんですよ。だからそういった担当なんですよね。そう、まさにその自分でやったもんですから、で第1回 の、 委員会、これ大阪府の副知事さんとか大阪市の、副市長さんとか、それから、電力関係、電車関係ですね、重要のことみんな集まって、ちょうど会議を した後だったんですね。だからめちゃくちゃなんていうかタイミング良かったんですよね、そのお話が。私の話がグッドタイミング、グッドタイミングだったんですよね。それをやった後のタイミングだったんです、ね、何を意味するかっていうとね、寺本さんは霞が関永田町地方でその新大阪をこれから発展させるべきだっていう枠組みを作った人ですよ。で今度はボールを投げた人なんだけど、自分で受け止めてくださいと、こっちへ来て茨城市長になって自分で投げたボールを吉村知事と一緒に受け止めてもらって、現場でそれを実現したらどうですかって言ってないかな。まあそこまで言われたかどうかねちょっとあれなんだけれども、その新大阪っていうのは、まあ皆さんよくお分かりのように、今だったらね梅田に新幹線出てるんですね。でも新大阪を作った時はあんなその地下にねうまく作る建設技術がまだそこまで行ってなかったが、いよいよリニアと北陸新幹線があそこに入ってきます。でただ国際空港伊丹がちょうどその新大阪の上にから飛行機降りてくるんですよ。だからあんまり高い建物は建てられないですね。100メーターぐらいかな。大阪から東京までリニアができますとね、1時間ちょっとできるようになるんですよ。なんとね通勤できるぐらいの話になりましてね、大阪を早いところ発展させないと本当に東京都大阪区みたいになりかねないっていうね、そういう植民地になっちゃう、あります。だから都市的な高度な国際的な競争力の高いね都市施設を大阪に埋め込んでおく必要があるんだけれども、新大阪だけではダメで、となってくるとその周りのこの中核都市っていうものにその高度な都市機能、早いことこう特区を使ってね規制緩和をして、民間の投資を、大きな戦略的な投資を埋め込んでいくっていうことが必要になるわけですね。まあそういうことを一生懸命言ってたわけで、その中枢とか中核都市っていうもののその、支援のスキームもちょうど出したとこだったんですよ。でその一つがまあ例えば茨城っていうことの時に、新大阪が上が限界があるとしたら、新大阪にの周辺の都市がやっぱり頑張らなあかん、それを受け皿になっていかなあかん時代が来るということです。吹田、茨城、高槻ってあるけど、まあやることやってるじゃないですか。高槻なんかもう茨城の人たちは皆さんもう高槻はええなと、やってるなと皆さんおっしゃる。でもね、茨城ほどね、だって新大阪から快速で一駅ですよ。もう7分か8分ですよ。もう新大阪と一つの地域みたいなもんですよ。この茨城が手つかずで、まあこれまあ、ある種いいことなんですよ。要すれば大阪関西万博が夢島に来たのはなんでかっていうと、かつて大阪オリンピックの誘致に失敗をして、手つかずでね、ペンペン草が生えてたから大阪関西万博を誘致する土地があったわけです。それと同じように茨城という地域はこの50年何もやってへんじゃけど、やってへんから、これから最新の技術を取り入れた、今日本中でやってるいろんなチャレンジの一番いいとこだけ全部知ってますから、都市再生のプロだから。だから日本中の事例を全部見てきた寺本さんが
その成功事例をに学びながら、茨城に何がふさわしいか、北大阪の中心都市茨城に何がふさわしいかという点でね、これから活躍をしていただいたらいいなという。茨城ってこの大阪から京都までの間の最もその中心的な場所だったわけですよね。だから裁判所もあるし、税務署もあるし、そもそも名神を作った時のインターっていうのは高槻でもなく吹田でもなく茨城に作ってるわけです。それから歴史を振り返れば神武天皇の妃さんの古墳があったり、藤原長富の鎌足りのね古墳があったりっていう、もう歴史的にもやはり地政学的に中心なんです本来ね。でだから前の50年前のね万博の時には当時としては最新の街づくりをやってるわけなんですよね。当時の万博の玄関口だったんですよね、 JR 茨城駅が。皆さんまだよく覚えられてるんじゃないかと思いますけど ね万博道路作ってね、うん、それから50年そのままですやん。それから50年ほったらかしなんです。その通りなんですよ。あの犬さんちょっと犬さんちょっと椅子持ってきますかここ。それでね、先日も、まあ、私、理髪店しか行ったことなかったので、美容院行ってくれっていう話で、美容院行きましたら、ママの方がですね、学生時代と匂いが変わってないっておっしゃってましたね。街の匂いが変わってない。いや、女性ってすごいなと思って、匂い。景色じゃなくて、匂いっておっしゃってましたね。匂いが変わってない、50年。だからよっぽど変わってないんだな、あのね、もちろんね、これ寺本さんともね議論してるんだけどね、もちろん茨城の例えば教育レベルとか、あるいは住みやすさとか、まあある意味あの匂いもいい匂いはね、残していかない。住みやすさっていうのは非常に素晴らしいことで、あのある意味今までのその大きな成長、特に高度成長の頂点に万博っていうのがありましたね、1970年。一方で歪みが出たのも1970年なんですよ。公害だとかね、あるいは交通戦争って言われました。多くの方が交通事故で亡くなったのもまた1970年でした。その時に作った街のモデルっていうのは一言で言うとベッドタウンなんです。いわゆる家に帰ってお母さんが専業主婦で家を守り、お父さんは大阪に働きに出る、職住分離ってこう言いますけどね、そういう考え方のもとで作ったという意味では最高にいい住みやすさということなんですけれども、うん、先ほど申し上げましたように、うん、今後ね、うん、まあ本当に極端に言いますと梅田っていうのは旧市街のエリアになります。国土地区からちょっと南になります。そうするとこのむしろ三島北西地域っていうのが真ん中の地域になってくるっていうことになると、住みやすさを失わないようにしながらでもときめく街、何か行ってみたいあのビルがあるとか、歩いてみたい通りがあるとか、そういうその街をねしっかり埋め込む、そして若い人がやはり新しいその産業をねしっかり起こしていく、そういう目は今実は出かけてます。ようやく30年の平成の30年っていうのは給料が上がらなかった30年、でも脈々と技術っていうのは進んできておりましてね、今新しい社会ができようとして、ソサイエティ 5.0、 ソサイエティというのは社会っていうことでね、最初狩猟社会がありました。それから農耕社会になり、で工業社会、情報社会で次の社会、そのソサイエティ 5.0 っていうのは皆さんお持ちだと思いますけど、スマホとかインターネット、そのいわゆるバーチャルなね、バーチャルな空間とこのリアルな空間っていうのが融合していくような、ちょっとイメージしにくいんですけれども、そういう社会って今言われてます。でそういう社会の中でそのデータの価値っていうのが非常に高まってましてね、アマゾンとかいろいろそのプラットフォーム
フォーマーって言われてますけどね。今もうあれですよね、 QR コードでみんなお金が ね情報がどんどんもうあの油断してると丸裸になりますね。僕の YouTube も QR コードで見れるようにしてますからね。最新なんです、実は。はい、政治活動も実は最新ということなんですけどね。そういう社会になってきておりましてね、それが日本独自のリアルデータとうまくつなぐことができるのかどうかっていうのは、どうも日本経済が引き続き先進国であるためのキーになりそうだ。あとあの自動運転もね。そうです、自動運転っていうのもそのバーチャルなものとね、リアルなそのデータっていうのがうまく融合、まあ例えばこういうことです。病院にはカルテの状態でデータはあります。どういう病気でどういう過程でどうなったと。ただそれは流通しないですね。流通しない。だからそれ流通するようにしなければ大きなデータになる、ビッグデータと言ってますが、ビッグデータ化することによって統計処理ができて、そういう中から新しい知見が生まれたりビジネスチャンスが生まれたりするっていうことなんですね。でそのまたデータを使って日本独自の、その日本はこうロボット作るの得意なんですよ。あのいろいろね、そういうものがいろいろありますね。まあそこがまあこうなんていうんだろうかな、あのいろいろなビジネスチャンスがいっぱい出てきている。それを若い人は気づき出してる、気づき始めてる、まあ、そういう状況になってますね今ね。だからの僕がねちょっと自動運転って申し上げたのは、茨城って例えばあの渡辺さん箕面はね、あのゆずるくんバスが走ってるじゃないですか。高槻は市営バスかな、まだ市バスが走ってるでしょ。茨城なんもないんですよ。であのでかいね、でかい、まあ、阪急とか近鉄とかもうバスもいいけど、そのもうでかいバスいらんのです。もうちょっと小ぶりでいいから、茨城もねコミュニティバス作ったらいいんですよ。自動運転の車って何が違うかっていうと、ハンドルがないんですよ。で前も後ろもない。さっき申し上げたようなデータがねこう出てきますから、どなたが何曜日の何時頃にどこまで行く、あそこのおばあちゃんあの病院に行きはるっていうのが分かるわけですよ。そうすると非常に効率的に車を動かすことができます。今技術動向のねお話をしましたけれども、そことセットになるのがいわゆる規制緩和ってやつだ。でいろいろな法律、昔の状況に合わせて霞が関が一生懸命こう作ってきた、あるいは先生方が通してきた法律ってあります。そうすると例えば荷物を運ぶ人と人を運ぶ人って基本的に別の人がやることになってます。あるいは一人の人を乗せてそのまま目的地の途中で次の人を乗せるっていうのも基本あんまりやっちゃいけませんよってなってたりするんですね。だから規制緩和っていうのはやはりそのもっと自由に若い人、まあ年齢のいった人でも結構ですけど、いろいろなアイデアをすぐにできるようにねする、それがあのまあ規制緩和の特区ってやつなんでね、あの特区がなんか悪いことのようにね言われてるけど、逆に国際戦略特区といえば家計学園とかね、あのちゃんと僕らがやればね本当にいい社会を、新しい社会を作っていくことがあの僕はできると思って、今寺本さんが規制緩和とおっしゃいました。じゃあ大阪でそれをどこでやるんだっていうとね、一つは夢島です。で今松井市長吉村知事が何やってるかって言ったら、2025年の万博はやらなかんね、皆さんには2025年の万博を一緒に成功させましょう、なんとか館なんとか館ってできるでしょ、あの入るとね10歳若返る館とかね、5回入るともうなんか子供に戻ったりとかしてね、いや松井さんはまあそれ冗談ですけど、松井さんはよく10歳若返る感ということを言ってるけど、でも実は皆さんにお話してるのはそこまでですね。でも実は今私たちが松井代表吉村知事と何を相談してるかって言ったら、その先なんです。2025年の万博が終わったその跡地をどうしますかっていうことまで今議論してるんです。だからそこにスーパーシティって言ってね、大阪の夢島の万博跡地に作りましょうっていうことを今ずっと、今実は裏で私たち国会議員も一緒に
知事市長と相談をしてるんです。でも今日のねポイントはね、それ夢島だけじゃないでしょって僕は言ってるわけ。この2020年今年から寺本さんと私で皆さんと一緒にこの北大阪でも夢島に負けないような街づくりをやっていきましょうということをね、僕は寺本さんと意気投合しているというのが、まあ、今なんですね。そうですね。そういうことです。まあそういう意味では本当に最先端の都市の再生、これを目指したいと思います。あの夢島はね簡単なんですよ。そうですね、今バッタしか住んでない人権考える必要ないんです。だからあの個人の情報の漏洩の問題とかね、そういうことを考える必要ないです。あの権利調整する必要がないんです、ね、誰も住んでへんから。だからそこで次問題になるのは、まあ政治家、ね、政治家になろうとしてる、まあ私なんかもそうなんですが、その力だけではできないんですよ、これが、うん、あのね、ここで出てくるのがやはりね、このこういう意識の高い、意識の高い、その自分のことだけじゃなくて、地域のことを、地域のことを、そうです、そうです、ずっと考えてくださってる皆様、子供のことを、孫のことを、いわゆる公共的、そういう、あの、他利ですね、自分のことじゃない、そういう方が多いところから順番に町は良くなってくる、そういうことなんです実は。でね、今ね夢島大阪市内だけじゃあかん、北大阪を良くしていこう。それはなぜかというと日本全体の大動脈の真上にあるのが北大阪なんだから、ここが輝かなくて一体どこが輝くんだと。まずその東海道新名神、この大動脈の真上にある私たちが、茨城が、北摂が、北大阪が先頭を切って新しい街づくり、新しい社会というものを作っていく。それは実は茨城のため、北大阪のためだけではなくて、それを作っていくことが日本全体のためにもなるよなということで、中央官僚に第二の人生をね、いや今まで持ってる家も捨ててローンはね、あるんですけど、ローンあるんだけど、ローンごと捨てればね、一応捨ててローンだけは返さなきゃいけない。もうまあ、適当にやってください、それはね。でも楽観主義がね、そういう思いでね、私は実はね、寺本さんが来なかったらね、もう私自分の家だからと思ったんです。それぐらい茨城のことがもう心配だったね。ええ、昨日も一緒ですよ。それでね、でも僕はね、僕はね、国会でやる方が得意です。あのね、あ、もう私は東京行っといてくれと。もう寺本さんいるからいいと。でもね、寺本さんは僕よりも4つ先輩で、僕よりもやっぱり町づくりのことはプロです。で、さっき申し上げたように、夢島に作る新しい町よりも、夢島で新しい町を作るプロジェクトよりも、すでに、例えば、ソシオビルだって地権者の塊ですよ。今でもいっぱい人が住んでいる。この茨城の町をもう一回50年ぶりに再開発っていうんですけど、もう一回作り直していく作業の方が、5倍も10倍も難しいんですね。じゃあ、吉村知事、まあ、松井市長、大阪維新の会が総力を挙げて、大阪市内はやりますよ。じゃあ北大阪誰がやるんですか。だから僕は自分がやるか、自分以上の仕事をできる人を探してくるしかないということをずっとこの 1,2 年ずっと悩んでたんです。だから寺本さんが僕の部屋に、いや今度転勤になりましてって来た時にね、ちょっと座ってくれということで、羽交い締めにして、そうなんです、羽交い締めなんですよ。本当に羽交い締めに、ちょっと座ってくださいっていう形で羽交い締めに本当にされまして、でも確実に僕よりも茨城を、北摂を、北大阪を、新しい町づくりをする能力は僕よりもありますよ。口は僕の方がうまいですけどでも町づくりのノウハウ、経験、ビジョン、覚悟、三拍子揃ってます。
ね、だからよくね、現職の方はね、まだ若いから、もうね、まあ、もう一期やから、もう一期ぐらいってみんな言わはる。でもね、ごめん、今申し上げた日本で一番難しい、すでに市街地が張り付いているこの茨城の50年ぶりの街づくりを、素人にできるわけがないんです。申し訳ない。だからごめんと。現職の方にはね、一回元の仕事に戻っていただいて、だって彼はね、この4年間で1億円ポケット入ってるんですよ。給料、ボーナス、退職金満額もらいますよ、彼は。足し合わせるとちょうど1億円です。で、彼は、まあ、あんまりね、あれやけど、彼はね、こう言ってるんですよ。いや、僕はそう聞こえる。だって、どうやって茨城の街を良くするかというビジョンも、行政経験もない中で、もう一期だけやらせてくれっておっしゃってるらしいんですよ。もう一期だけって何それ。もう一期4年で何ができるんですか。で、じゃあもう一期だけってどういう意味かって言ったら、まだ子供が小さいので、もう1億円くださいと言ってるんです。いや、ごめんごめん、ちょっと悪く言ってるよ、悪く言ってるけど、でも僕らその国づくり、町づくり、地域づくりに体を張って命を懸けて政治をやってる政治家、政治のプロからするとね、そう見えるんですよ。ビジョンがない、茨城をどうしたいかというビジョンが見えない、行政経験がない、そして覚悟もない。で、寺本さんはね、吉村知事とも大阪国土事務所長時代にご懇意で、それで身を切る改革もね、やるべきだと言ってくれた。だからもうすでに、まず公約発表しますけど、そういうね、いや、お金じゃないと言って、すでに千葉にある家を捨てて、ローンも捨てたいんですローンね、一緒にね、まあ、そういうことでですね、そうですね、なんかまとめろと言われてまして、そんな感じですよね。そんな感じですね、まあ、私思いますにね、政治も政党も使い捨てでいいと思うんですよ。いいです ね、それってやっぱり政党は使い捨て、まあ、賞味期限が切れば、ね、政治家も使い捨て、それもうボロ雑巾になるまで使い尽くして捨ててもらったらいいんです。それで、まあ今国会議員さんって720人ぐらいいるんですけどね、私どもこう霞が関の役人から見ますとね、まあ30人ぐらいですかね、政治家っていうふうに、確かに政治家だな、ほとんどは政治や、あるいは家業にされてるということで、もちろんその30人のトップクラスに皆様の足立康入っておりますので、ご安心ください。いや、ほんまね、その通りなんです。国会で仕事してるのは20、30人です。よく馬場幹事長と言って、馬場幹事長ともよく言うんです。いろいろ本会議場を、眺め渡したらね、何百人いるけど、700人ちょっといるけど、仕事してんのはまあ30人だよねって僕らもよく言ってるんです。ほならね、寺本さんもそうだと言ってる、ね、で、僕入ってなかったらどうしようかと思ったんだけど、何回も確認されてます俺入ってるよな。いや、入ってますよ。もうみんな役人はみんなね、皆さんのこの茨城が生んだ代議士をね、みんな本当にチェックしてます。本当のことを言ってるから。ああ、ね、テレビ目線じゃないんですよ、本当に。人気は度外視してます。だから叩かれてもね、ただ人気を度外視してますので、お隣の誰とは申しませんが、人気ばかりやられている方とは違って、選挙に弱いという選挙に弱いというディメリットもついてきてしまうのでね、やっぱ先のことを言います。目先のことを言わ、先のことを言う、それが政治だと思いますしね。だから逆に皆さんにね、しっかりそこはね、お支えいただかないと回らないっていう、まあ、そういうね、
それで皆さんね、もう終わりますが、その霞が関で行政経験を積んだ市長を誕生させていただければ、同じく霞が関で行政経験を積んだ国会議員とタッグを組んで、吉村知事ともトライアングルで、この北大阪、茨城だけじゃありません、寺本さんを茨城市長にしていただいた暁には、大阪維新の会のアドバイザーとして、池田市長、箕面市長、高槻市長もみんな、そのアドバイザーとして働いていただく予定ですのでね、ぜひ、2人コンビで頑張っていきますので、これからも足立康史と寺本博明をご支援いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。